ハドソン・テイラーと夫人のマリア・テイラー。1865年、ジェームズ・ハドソン・テイラーは、イギリスの宣教師、チャイナインランド・ミッション、中国奥地宣教団の創立者である。テイラーは死んで51年を過ごした。彼が開始した宣教団体は、800人の宣教師を呼び、125の学校を開校し、1万8000人の改心者を生んだ。 テイラーは福音選挙への熱意と中国への文化適応について知られていた。当時の選挙師の中では稀なことに彼は現地人の衣装を着用した。テイラーはイングランド・ヨークシャーのバーンズリーに生まれた。父は薬剤師でメソジストの神と説教者であった。両親は敬虔なクリスチャンであり、テイラーはその影響を受けていたが、青年期になると彼は、 キリスト教信仰から離れてしまった。しかし1849年6月、17歳の時、父の書斎で一冊の信仰書を読んだテイラーは、改心を経験し、主なる神の臨在に触れ献身した。その年の12月に彼は中国に宣教師として、赴くと告白した。リバイバル人物伝、ありがとうございます。